こんにちは、即解説の久保です。確かにね、FX でね、感情が高ぶっちゃうとダメですね。だから私は、負け続けても平常心でいられない自暴自棄になっちゃいますし、勝ち続けてもね、うん、いい気になって油断するんで、大体そうですね、エントリーしてしばらく勝ち続ける、負け続けると、自分の感情をね、また平らにするっていう表現するんですけども、平らにするために、わざと、 勝てそうなチャンスの続行中でも抜けますね抜いて平常心を戻すってことをやってます、まあ、つまり勝ち続ける感情ってのがまさに感情貯金で自分の判断が正しいから次も大丈夫だろうになっちゃうわけですよ常に自分の判断が正解であればあるほどもしかしたら違うかもしれないなっていう余地も残しておくんですよねで逆に失敗し続けても全部が失敗じゃなくて何かね残せるものがあるんじゃないかなっていうふうに いつも自分の足跡をまあある意味で、ね、自己否定してるんですよね欲につけ悪気につけ、まあ、こういう風に過ごしてるかなと思いますその代わり反対側でね今もちょっとねアマゾンプライムで映画見てたんですけどもやっぱこう熱くなるね格闘技系のカンフー映画とかはもう体を動かしながら見ますよマジでこうやってこうやって見ますねで悲しそうなね場面では自分もこうやってその場にいるような感情移入をしていきますだから 創作物に対してはほんと創作物作ってる人の感情に合わせて自分も感情をオーバーなぐらい動かしますしまあでもリアルな現場では感情をそこに入れずにねリアルなものには冷静に冷静に分析して行動するってことをやってますねだからそれがね多くの方は逆で、まあ、映画とか創作物を見るときになるべくね感情を押し殺して冷静に見てしまうしじゃないかなと思うんですよ。で リアルな現場では本当むちゃくちゃ感情に揺さぶられて判断を誤るんですよね。で、セールスっていうのはいかに人の感情を動かして心の隙間を作ってそこに金額をぶち込んでいって、で、感覚を無痺させるためにボーナスをボン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 つけていくかってことだと思うんですよ。で 結果、モチベーションすごく高くて、一番高いのが決済ボタンを押した瞬間。そこからモチベーションはその人落ちていくんですよね、手に入れたから。それを繰り返し使っているから、リピートが起きるし、いわゆるシャブ付けにすることができると思うんですよ。追い線追い線でいく感じですよね。だから私は、ほとんど、情報という商品を買わずに、ここまで、あのー、やってますね。最初は買いましたけどね。今、情報発信に対して、何かね、そこから、 自分でも使えるるなってていう,ふうに仕入れをしているその仕入れのために買うことはあるけどもその情報そのものを使うために買うことはもうなくなりましたよね。でそもそもあのもうこれ以上ね稼ぐためにわざわざ何かを学ぶってことはなくて知的好奇心のためにそれを果たす目的で買うことはあってもそれを手段として買うってこともなくなりましたよね。で大体そうですね。2億円ぐららいを超えたあたりかかなんかねあの、うん 政治の世界とか税金の世界では1億円の壁っていうんですけども私の場合はなんとなくね2億円の資産を超えたあたりから時間の自由が圧倒的に広がってあの大贅沢さえしなければそのままいわゆる労働とかねビジネスをするってところから離れることはできるんだろうなってい思いましたもちろん離れない選択もありますけども離れることはできるなとだから ビジネスよりも最もっと大切なこととか労働よりも大切なことが見つかったらそれを一生懸命やる時間にやってるなっていうのが分かったかなってことこですね。だからここには感情をもうフルぶっ込みでいけるなというところですよね、うん。うん。そんなとこですかね、うん。感情貯金ね、いい言葉じゃないですか。すごいいい名言だと思います。いってらっしゃい。